ここまでなんだ。なるほどな。はいはいはい。その先はまだ建設中なんですね。これがさっき、ああ、乗ろうかな、どうしようかなって言っとった、インターンのところでしょうね。早いな。あの距離こんだけで行くんだ。あ、これは便利だ。これで郡上の方に出れますよということです。ここからはさ、もう、見慣れた道ですからね。何何交差点だと。お、9.5 バー、急に登るのね。頑張ろう。よし。ちょっと空気入れよう。空気がうまい。はぁ。九条前61キロしんどいな。ああ、やっぱしんどいな。先生、やっぱしんどい。あのさっきのバイパス入るまではこれはしんどいね。ああ、神秘的ね、この時間、この辺り。おお。これ素材データえぐいな。しかし何時間回してんのカメラ。ほぼほぼ今日ぶっ通しで回してるね。わあ。ちなみに街灯全くないから暗いですよ。まあでもさすがに帰りはね、そんなに喋らないと思う。あ、これね、前向きだとね、本当にね、声を跳ね、払わないといけませんからね、言うてね、言うて11時から、8時間ぐらい回し、8時間以上回してるのか？まあ、言うて、喉来てますからね。ずっとこれだから、前向きだから、めっちゃ声張って反響させて、そこのスピー、前向きのスピーカーに声入れてんだから。うん。これはね、まあまあ、喉は来てますからね。後半は、めちゃくちゃ早送り、飛び飛びになると思いますよ。そんな、見どころもないはずだし。いい、昼間にちゃんと見どころ作ったからいいの。これはスノーシェルターか。フライト、フライトだと本当に一気に神妙な感じになりますね。うわ、前に車がいるから生だハイビームにもできないですしね。お、楽しい。すごい道だな。サバの香りが、いや幸せの香りなんですけどね、サバの香りは当然幸せの香りなんですけどね、うん、車内にサバの香りが充満するな。まあまあまあ、これだったら自然の空気も美味しいですからね。酸素も入れないと。うん。ね、さすがにね。うん。すいません。やっぱ山間部ですしね。おお。気温低いね、こっち。
よし。あ、一休みゾーンある。ありがたいね。怖いけどね。一休みして起きたらこそこにクマさんがいたとかってありそうですもんね。こんな辺りだったら。でも考えてみたら、名古屋から福井まで高速バスで片道3200円だったかな、できるらしいんですけど、ほぼほぼもう高速料金より安いんじゃねっていう料金で福井まで行ってくれるのってめちゃくちゃありがたいですよね。ぼっち旅行なんで多分高速代金でも元取れるんじゃないかな。でその間運転しなくていいですからね、観光の、あ、その高速バスってどのルート行くんだろう。今今日通ってるルート行くのかな。一応これ福井最短だよな多分。こっちじゃなくても北陸自動車道で行くのかな。名鉄バスが走らせているはずなんで、ちょっとまた調べときましょうか。だ。おーし。神秘的な湯気が出てるみたいな感じになってますね。あの湿度の兼ね合いでしょうね。映ってるかなカメラに。結構あの湯気が路面から立ってるみたいに見えますよね、光が当たると。これで、ね、さっきの平成の湯まで戻ってきましたね。九頭竜温泉まだ営業してますね、ここは。9時まで営業らしいです。入湯8時4時15分受付終了だったかな。うん。7度か、さあじゃ、冷えるね。7度は冷えるね。うん。やっぱりバイパス完全につながったらここまで何分ぐらいで来れるんでしょうね。マイナスだから30分ぐらいか。30分で効かないかもね、完全に全通したら大野の市街地まで出るのにね。福井がめちゃくちゃ近くなるよこれ、岐阜から。すごいな。ちなみにこれが158号線で、あのもう一つの方が157号線だったっけ。157号線があの市の、ルートの方ですね、国道の方ですよね。むちゃくちゃ、あの、線形悪い、真横崖。めっちゃ遅いとか。だから、あの、長物トレーラーとかは通行不可ってなってるはずですもんね。っていうぐらいのすごい速度がある。あっちの方こそ、バイパス作ったよと思うけど、多分作りようがねえんだろうな、っちは、もうそしたら、だし。対向車も全然来ないもんね。うん、まあでもまだ喋る力残ってるね。うん、いや温泉パワーすげえねやっぱ。うん、これ温泉のおかげです。間違いなく。